はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、こうせいです。というわけで、ドラクエ続きやっていくんですけれども、リムルダールでね、魔法の鍵をゲットできるようになって、で、ここがなんかガラム、なんだっけ、ガラムの町田がうんたらこうたらって言ってましたね。なんだっけ、ガライですね。はい、ここのここを開けるとなんかあるんじゃねえかということでですね、早速開けていきたいと思います。ガチャリンコ。もうなんかいろいろあるよ。あなたガライの墓へ行くつもりですか？な音色は魔物たちを呼び寄せると言います。行くのはやめておいた方がいいですよ。ほうほう。昔は遥か南の方のドムドーラという町まで旅をしたものだ。ヤデヤの親父もよく世話かけたな。今も元気だろうか。ガライの墓の入り口、それを教えるわけにはいかんな。どうしても行きたければ自分で見つけるがよかろう。ほう。何やら、ここのおばちゃんはなんかしてるかな。おや、入り口の鍵を開けてしまったのか。開けてしまった。仕方ないね。ほら、この鍵を持っていき、鍵は大切に使いなされよ。あ、何、鍵を普通に返してくれただけかい。何だったんだ、このおっちゃんは。持ってけ泥棒、どうせ世界滅びてしまうんだ。今更お金を儲けようとは思わないぜ。ほう。松明、そんなにいらない。銅の剣、そんなにいらない。お金、いる。他はあんまいらない。え、特に何も得なかったけど。マジで。特に収穫なしですね、お金以外。お金がちょっと儲かったぐらい。何だったんでしょう、一体全体。うん、まあここの祠はね、ロトの墓場なんで特に意味はないですね。ってことはやっぱりそういうことですね。わかりましたよ。さあ、はいはいはい、攻撃。さあ、というわけでね、もう分かりました。ちょっとレベル上げをしました。レベル13まで上がりましたので、じゃあこれから何をしていくのかと言いますと、こんな雑魚と戦うのではなく、お姫様をね、救出しに行きましょうということで、はい、道具で対話を使いますよと。はいはいはい。でね、ここの下の方に行くと、この洞窟とね、この下の方ですよ。入り組んでるし、敵出てくるし、嫌になっちゃうわけなんですけども、この下の方ですね。はい、なんか見えましたね。なんでか知らないけど、なんでかはわからないね。これまず開けて、はい、ここドラゴンがいるんですね。こいつに話しかけてバトルしていきたいと思いますよ。いきますよ。ドラゴンが現れた。まあまあ、とりあえずちょっと様子見てラリーフォーしてみますか。眠る、聞かなかった。火の息16しか聞かないのか。20食らうな。ギラ、あんま聞かない。あ、やっぱ聞かないか。ちょっとホイミ赤。アホ強くね。とりあえず分かったのはギラが効かないということなんで、ひたすら攻撃しては回復をして、意味ないか。攻撃、もう一攻撃、分かんない。この辺で回復、はい、もう、あ、分かった。もうこの辺でもう一回回復、うまく回復と攻撃をこう組み合わせながらやらないとやばいな。おかしいだろ。3度目の正直、とりあえず攻撃、とりあえず攻撃。おい、よし、はいはい、この辺で回復、はい、いけ。ヒット&アウェイの法則ね。この辺でもう一発回復挟んどく。確か MP はまたたくさん。火の息食らうよ、全然食らうよ。30を切ったらやばいから回復させとく。
で、この辺もう一回怖いから回復しておく。で、攻撃仕掛けていく。ここはちょっと怖いから回復挟んで。で、ここで攻撃、いいね、かわしていく。で、回復挟んで。おお、火の池食らって攻撃。そういうことなんですよね、結局ね。そういうことなんですよ。950ポイント、いや、ゴールド少な。で、開いて、お姫様がいるから話しかける。ああ、私を助けてくださる方がいらっしゃるなんて。私はラダトームの王女、ローラと申します。もし、あなたがおいでになれなければ、私はいずれ竜王の妻に。ああ、考えただけでも恐ろしいですわ。後世様、私をお城まで連れて帰って、抱き上げた。まあ、後世様、麗しゅうございます。ポッ。幸せな。まさか、ドラクエって1からそういう結婚的なあれがあったのかな。ポッチャないんだよな、ポッチャ。リレーミート。さらに、ルーラ。すっげえ、いつまでおんぶされてんの、お前は。新しいな。古いけど新しいな。このまま何にでもできるって感じなのか。これのまま王様のとこいるくんけ。ほい。ほら、助けてきてやったぞ、ほれ。おう、後世、よくぞ姫を助け出してくれた。心から礼を言うぞ。さあ、ローラ、わしの隣へ。待ってくださいませ。ローラは後世様に贈り物をしとうございます。後世様を愛する。私の心、どうぞ受け取ってくださいまし。たとえ離れていても、私の心はいつもあなたと共にありますわ。では、後世様。お、隣に座りましたね。後世、よくぞわしの気持ちを察して姫を助けてくれた。今日という日をわしは一生忘れないだろう。本当に心から礼を言うぞ。さて、そなたの次の礼。え一応セーブはしておくけど。えあなたはローラのこと思ってくださいますか。嬉しいございますわ。ポポちゃんね、ポちゃん。これで次俺はどうしたらいいんだ。いや、何も起きないの？え？は？え？何も起きないの？待って、マジで？何？いや、ドラゴン、え？またここから自分で何かアクション起こさなきゃいけないのか。そっか。まあ、とりあえず無事ドラゴンを倒せましたね。戦略的に。はい。頭脳戦でしたね。はい、というわけでちょっとまたここからストーリーどう進めていくのか分かんないんですけど頑張っていきたいと思います。とりあえず今回はここまでにしたいと思います。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。